一応ね、ハッカミミっていう風に銘打ってるから、今日はそれっぽいことしてみますにゃ。で、ちょっと前から話題になってる COVID-19 追跡アプリ、ココアっていうものがありますにゃ。これはにゃ、ザマリンというもので開発されてる。ザマリンだって普通の人はよくわかんないと思うけど、スマホってね、iPhone と Android しかまあ今、発揮してないんだにゃ。事実上にゃ。それで、ただね、両方開発するのは、これがすんごいめんどくさいんですね。例えば、Android だと、Google が配布している、Android Studio っていうのを使うんだけども、これはね、だいたいね、Java で開発する。Java ってプログラミング言語で開発する。まあ、こういうものなんですね。今起動してるけども、こういう Java のプログラムでね、書くんですね。まあ、他の言語も使えるんだけどね。Go とか、あとは、C 言語も使えるんですね。だけど、これね、Mac になると今度は X コードって別のツールを使って、これは Swift だったり Objective-C とかまた別の言語を使うんですね。Java は使えないですね。だから両方ね、iPhone と Android 両方同時に開発するってすんごいめんどくさいんだにゃ。そこで、COVID-19 追跡アプリっていうのは、ザマリンを使ってる。じゃあ、ザマリンって何かっていうと、今はこれマイクロソフトが配布してるんだにゃ。マイクロソフトっていうとね、C シャープ、ドットネットの実行環境で C シャープってやつで、ほら、前にね、なんか、悪いことやった、ゆうくんとかいうのがいたにゃん。なんか、ゆうちゃんでしたっけ？あの人が使ってたのが C シャープで。で、ザマリンっていうのはこの C シャープで、アプリを開発できると。スマホのね。それで、じゃあ、ザマリンどっから入手するかっていうと、今、マイクロソフトが配ってるから、このマイクロソフトのサイトでダウンロードできるには、ここにいろいろやり方書いてあるから、これの通りにやったらいいですにゃ。で、COVID-19、ココアってアプリだけど、ココアっていう名前では配布されてなくて、COVID-19 レーダーっていう名前になって、この GitHub のサイトで配布されてるんですにゃ。これをじゃあどうやってダウンロードするかっていうと、まずこの Git for Windows っていうのをインストールすると。で、これをインストールすると、こう、右クリックすると、Git GUI Here とかいうの出てくるんで、ここで、GUI はやるね。あっちのコマンドラインの方が、コマンドラインでやったらいいですね。コマンドラインで、Git クローン。多分このアドレス貼り付けてあればいいんですね、多分。こうやってペーストってやると、全部プログラムがダウンロードされてくると、今ダウンロードしてますね。これがアプリなんで、なんかボロクソに言われてたんだけども、その2つのね、iPhone と Android でこれ同じアプリを別々に開発するっていうのはものすごくめんどくさいんですね。だから、もうザマリン使うしかないってのはしょうがないんですね。これですね。これで、これがザマリンのプログラムが一式今降りてきて、で、これで多分ね、一発で実行できるかどうかわかんにゃいんだけども、とにかくやるだけやってみますね。これで。アンサポーティットで、ちょ。これじゃダメですね。これ、多分ね、まず最初に、この、ビジュアルスタジオ2019の方を起動して、ちょっとね、ここ、よりややこしいんだよ。2017も入ってるけど、今2019にしましたね。で、これで、オープンプロジェクトはソリューション。多分これでいけるですね。ミミもね、あんましね、わかんないんですね、これ。普段ね、あんまし、マイクロソフトの環境で開発してないんですね。多分ね、どこだったっけ？どこだったっけ？あ、ここで、ここはもう、ここで、ここで、クリックして、コピペして、ここですね。これが、
このプログラムのプロジェクトファイルですね、今。ちょっとね、スクリーンキャプチャーが一部分しかやってないので、全体が今出てないけど、今起動してますね。起動してますね。多分これで、出ましたね。もうね、ミミアン、ザマリンの実行環境をちゃんと用意してあげてるんだね。これで、とりあえず一応デバッグになってて、今、なんかいろいろ出てきましたにゃ。これ、必要なソフト多分インストールされるんですね、これ、ほっといたら。ビルディング、そうですね、今、早速、プログラムのビルドが始まってますね。これをですね、これ、何してるかっていうと、C シャープでね、プログラムが書かれてるんですね。なんかよりいっぱい入ってますね、これ、モジュールが。COVID-19 で、プログラム、こうですね。スイッチビフェーバー。やっぱ C シャープだね。C シャープのプログラムを、これを CLI っていうね、マイクロソフトが .NET の実行環境に今コンパイルしてる作業してる。なんかいろいろエラー出てますね、これ。本当大丈夫なのかにゃ。なんかエラー出たと思ったら消えた。これね、どんな仕組みになってるかっていうと CLI っていうね、いわゆるバーチャルマシンかな、仮想実行環境みたいなものがあって、それを Android と iPhone の両方に乗っけて、その上で動かすと、すんごいまどろっこしいシステムになってるんだにゃ。だから、なんというかな、Android と iPhone っていうお城があって、その上にさらにお城を建ててるみたいなものなんだにゃ。で、多分こういうやり方って、Google はまあ別にやっていいっていうか歓迎してると思うんだけど、多分ね、Apple はね、こういうのはあまり歓迎してないんだと思うんだにゃ。だけど、多分ね、このザマリンを、アップルが邪魔したりとか、iPhone で動かないようにしたりってこと多分ないと思うんですね。そういうことすると多分ね、当局が乗り出してくるというか、多分ドッキング法絡みでやばいことになるから、アップル多分そういうことはしないと思いますね。これでビルドできてるんだと思いますね。これ今ほんとね、ぶっつけ本番でやって、てるからこれ実行できるかどうか耳も自信ないんですね、これ。多分これをしたらね、実行できると思うんですね。今、この耳のパソコンに、Android のスマートフォンが繋げてる状態なんですね。で、ちょっとウィンドウでかくしないと見えないかにゃ。なんか反応しなくなったんや。今何してるんかな？何やこりゃ。アウトプットタイプをクラスライブ、キャンノッピサーズ、ダイレクトリ。アンドロイドにして、で、デバイス、マイデバイス。マイデバイス。なるほど。マイデバイスって言ったら、これ、これね。ちょっと待って。なるほど。Android 向けにビルドしないといけないのね。ちょっとね、今、耳の携帯電話が出てこないから、今、もう一回つなげ直しましたね。ここにね、なんか出た。ここに、多分耳のね、ASUS のデバイスの名前が出てくると思いますね。ただ今ちょっとなんかこれ作業してますね。ちょっとこの作業終わるまで待っていますね。ザマリンだってこんなね、20分そこらの動画で説明しきれないんで、今とりあえず雰囲気だけ知ってほしい。こういう感じなんですね。ザマリンの開発っていうのは。
ツール、まあ、いろいろあるんですけど、こういうのに、ね、Android と iOS で別々に出ると。でね、今は Android で動かすんだけど、これ Mac だとこれが、Mac だとね、Mac というか iPhone だとこれめんどくさいんですよ。ここにペアと Mac ってあるでしょ。iOS のね、iPhone の開発って Mac がないとね、できないんですね。だから、今 Windows マシン使ってるけど、これを Mac とつなげて、で、Mac の方を遠隔操作して、それでさらに iPhone の方を起動させるっていうようなね、そういうまどろっこしいことをやるんですね。多分こんなん、Apple が認めてるってわけじゃないんだけども、まあ、やってると、まあそういうことだと思いますね。レディって出てて、レディじゃないで、ないだろ、これ。またなんかしとりますね、これ。でも一応、ビルドはちゃんと進行してるっぽいですね。何なんだろうね、これ。デバイス、なるほど、なるほど。これね、バーチャルマシン起動しようとしてるんだけど、でもこれ、バーチャルマシンだとすごい時間かかるから、これ今回はもう実機でやりますね。実機で。実機にしないからもう一回差し直しますね、これ。実機。よし、まあ、実機つてない、あ、出た出た、ASUS のスマホの、ちゃんと実機の名前が出てますね。これで、こうやって押してやると、ビルドして、今、Android 向けにビルドしてますね。今、ココアビルド中ですね。それで、ビルドして、で、このザマリンの決定、点っていうのはビルドしたプログラムがどうしてもでっかくなると、中にマイクロソフトのドットネットのね、実行環境を入れて、さらにその上でプログラムを動かすってことになるから、ライブラリがでかくなるんだにゃ。だから本当はね、もっとね、政府が予算バンバン出して、それぞれのね、まあ、iPhone と Android それぞれ向けにね、最適化したものを作ったらもっとね、いいものができるんだろうけど、でもそんな金も人員もね、ないんですね。だからしょうがないから、なんかいろいろモンスター評論家とかが開発チームに誹謗中傷してるけども、でも結局ね、予算と時間が限られてるし、個人情報だとかそういうことで文句言うやつがいるもんだからにゃ。これはこうするしかないんですね。本当に。今、ビルドできましたね。ちょっと時間かかるにゃ、これ。なんか、いけてる？まさか一発でいけるかね。一発でいけたらいいにゃ。今、Java の、なんか、コンパイラー動いて、あ、今、コピーしてる。でっかいファイルをコピーしてますね。でっかいっても大したことないですね。35メガバイトぐらいのファイル。それを今、ミミのスマートフォンにコピーしてますね。あ、で、コピーして始まったってことは、ビルドできたんだね。ということは、これ案外、すんなりいくかもしれないね。いけいけ。いけにゃ。起動しましたにゃ。今、起動しましたにゃ。ちょっと画面キャプチャしてるから見えないけども、ちゃんと今起動してますね。後でね、画面に、その起動した状態を見せますにゃ。これね、最新の、これが、
なんだっけ、マイクロソフトビジュアルスタジオ2019、コミュニティバージョンフリー版、これを入れて、これにザマリン入れて、それで GitHub から落として、それで普通にプロジェクト開いて実行したら、なんか一発で実行できてしまいましたね。とにかくね、Android はこんな感じですね。だからね、食わず嫌いせずにね、ちょっとね、ザマリン、これを機会にプログラマーの人がやっても見てもいいし、一般の人もね、こういうものだっていうね、雰囲気はね、一度味わってみると、なんかね、自分もなんかプログラマーになったような気分になるので、面白いと思いますね。ということで、今日は話題になってるココアっていうものを、Android のスマートフォンで実行するっていうのをやってみましたにゃ。それじゃ、またにゃん。